はい、どうもこんにちは。ヘルメットが世界一似合わない自転車系 YouTuber、ジェット大輔です。いやー、自転車買っちゃったんですよ。こちらがですね、ビアンキの、ね、いいですか、ビアンキ、ビアニローネ7、ソラ、エントリークラスなんでそんな高くないんですよね。ロードバイクとしては、もう、すごく安い部類ですよ。ね。しかもビアンキの中でもすごく安い部類ですよ。ビアンキの中で2番目に安いんじゃないかな。ね。クロスバイクがあって、で、このビアニローネ7という、ロードバイクがあってという感じですね。まあ、今日はですね、これ、購入してからですね、わずか3時間で事故った話。いいですか？購入してからわずか3時間で事故った話をしたいと思うんですけどもね。いやー、これ初めてのロードバイクでね、意気揚々とね、走ってたわけですよ。夕方に購入したんですけどもね、夜にはもう、ぐーっと走り回っておりまして、雷がすごかったんですよ、その日の帰り。あと10分も走ればね、家に着く感じだったの。だけどね、琵琶湖の雷っていうのはね、すごく魅力的なんですね。あ、また光った、また光った、また光った。ゴロゴロ、ゴロゴロ、ゴロゴロってね、綺麗なのがあるわけですよ。ちょっとね、お見せしましょう。その映像、どうぞご覧ください。こういう映像をね、iPhone で、手持ちの iPhone でね、撮ってたわけですよ。その時、湖畔にはね、たくさんっていうわけでもないか、夜の湖畔だからね、真っ暗でね、あんまり人はいないんだけど、あんまり人がいない割にはね、いつもよりはたくさん、100メートル置きぐらいに一人ずつぐらい、皆さんね、スマホでこう、撮ってらっしゃるんですよ。そのぐらい、スマホでビューっと撮れるぐらいには、雷が頻発してた。でしかも綺麗だった。その光景が。それは撮りますよ。撮るのに一生懸命になってしまいましたね。天気予報で雨が来るの分かってました。土砂降りになるの分かってたんですよ。いやー、撮るの集中しすぎて、ちょっと時間経ちすぎちゃいましたね。あれだけ綺麗な映像が撮れたんだからね。雨に濡れて帰るぐらい何でもないやと思ってたんですけどもね。琵琶湖岸から車道に出るまでの間、石畳風のタイル張りの、ちょっと、砂利とかあったりとか、で、鉄板っていうか、溝の蓋。この三つの要素重なりましたね。ちょっと砂利になってる、あんまり舗装してない、舗装し忘れみたいな砂利になってる部分に、この段差が生じるわけですね。溝の蓋。まあ、溝の蓋自体もすっげえ滑るし。で、石畳風のタイル。これ自体もやばい。で、ちょっとずつ段差がある。もうね、やられました。ほんとやられました。一瞬でしたね。ふわー！ほんとにスローモーションになるのよ。本当にスローモーションになって、ここ、爪がね、ちょっと、今ね、内身で色がついちゃってるんだけどもね、道路にね、ズズってここね、ズズってついちゃったの。で、その細かい、もう、0. 何秒かですよ。0.2、3秒だと思うけどもね、ものすごくこう目のフレームレートが上がって、全部覚えてるね。ズズってついちゃって、手をズズってついてた。痛い。これこのまんま指ここでいったらもうすごい痛いことになるから、ちょっと手のひらいったれ。ガッ、ここがね、すごい跡がつきましたね。ブベベベベベ。こっちの膝、左膝でガツーン行きました。自転車に持ってったら、あ、右側は死守したんですねって言われましたけど。そんな意識すらない。もう一気にカーン行ったからね。でも、スローモーションで映像だけは覚えてる。ズズズズズズって、もうほんと、ここの一番痛そうなところを、ギュ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 って、
地面に吸ったから、うぅで、手のひら行ったらガーンで、こっちは覚えてないけども、膝もガーンって言って、で、支えきれないわけですよ。やっぱり、その、落下とスピードっていうのがあるから、ガーあー綺麗な顔が、ずだ辛い。役者生命絶たれましたから、それで。その時ツイートしたのもあるんですけどもね。買ってすぐですよ。買って3時間後ぐらいだったかな。ね、買って3時間後ぐらいで事故ですよ。雨で。大雨で。雷雨ですわ。まあ、今風に言うとゲリラ豪雨ですよ。やっぱりね、雨の日は危ないなっていうのはすっごいよくわかりました。最初にそういう洗礼を食らうことでね、その後気をつけて、乗るっていうのもありますからね。まあ、悪いこっちゃないなぁとは思いましたけどもね。でも、こっち側のね、バーテープは擦りましたね。もうほんと奇跡的に、怪我はしたけども、車体にはほぼ何もなしで、ここのバーテープを、ハンドルのバーテープを交換したのみ。しかも、最初真っ黒のバーテープつけてたんだけど、このチェレステの、ビアンキ色のね、チェレステのバーテープ見つけたんで、それを交換してね。それでもう、むしろ良くなった。前より男前になりましたよ、この車体もね。とにかくね、その後がきつかったですね。一応病院行っとかないとと。かなりきつくガツーンと言ったんでね、まあ、すぐ病院行きましたよ。病院行って、なんかね、お医者さんがね、MRI をやりたがるんですよ。顔を打ったと言ってるんですが、顔も頭ですよって言われて。そりゃそうだけど、顔も頭ですよって言われても別に頭はぶつけてないんだけどな。なんやかんやでバーテープと病院とで、深夜の病院ですよ。深夜の救急外来で。まあ、一回こけただけで1万円ぐらい飛びましたね。痛いですね。まあ本当に、もうそれ以降は気をつけてます。初日、購入から3時間後にそういう洗礼を食らったのでね。まあ私はラッキーだったのではないかなと。むしろそういうことがあったんで、良かったなと思います。はい。ビアンキを買った初日の話でした。また自転車の話します。自転車とカメラとかね、そういった話をしたいなと思うわけです。はい、それでは。